なんか大人の、結構大人の話やってる。どういうのを見に行くの？インデックスじゃないですか、これ。名前は知ってます。一家も読みました。一家も読みました。はい、はい、って。なんとなく。自分が見てたのは何なのか分からないんですけど、いろいろあります。いろいろあります。あの、自社版の映画です。どうですね。うさぎだって。裏に。全然意味がわからない。でも、僕の前に来て
そう思うでしょ、そう思うでしょ、関西人気学院も入りますよ。関西文学院もないですけど、関西文学院も入りました。友達が浪人中に関西文学院に東大の数に行って何年生か2私も聞きたいです。
半端ってことは何でもできる。広く浅くといえばすごい。もうどれかやろうと思ったら足らんみたいな。浅くいたらね、広く。時間と目標と最後が間違い。それいいと思う。全く違う分野のことを見た方が受けがいい。なるほど。なんか繋げてくれ、繋げてくれ。いいよ。したらあれも聞いてくればなんじゃないか。なんでもう引き出しを多く、引き出し多くって言ったらいいのか、全然違う引き出しを引き出し。勝手に見てくれる。公共性が違う。なるほど。何々ちゃんか。何ですか。
ちょっと、スライムで言われました。森よりすごいじゃないですか。じゃあ森川さんから一生だけど森川さんが手順踏まないと食べちゃった。これは結構な、情報を入れてるっていうところで止めてるのも多いから、あの子は子供がないから、そう、あいつ本気で言ってるもん。いや、あの子本気とかじゃなくて、それが僕らがあるから。ありますみんなのサイトでね、みたいな。だからこの辺、男子ばっかりやると渡り合えるっていう。そうそうそう。引っ張っていくよ。
Thank you.
手打ちまで手打ちまでな。Thank you.
しょ。Thank you.
Thank you.
一回休憩したら今の危ないで。徹底的瞬間を見るか。あんな徹底的瞬間じゃないですわ。顎に比べれば。顎に比べれば全然。顎と胸に比べれば。何だった？違った今の。え？手ばしか。これ違う。ああ、そうですね。いやちょっと後頭部から。マクドロス。もっと後ろ。練習をこう出てるよって来ててこの前でこう飛んでたらまあ前にとりあえずあのドロップキックをやってみるっていう話をしてたよな。ドロップキックをやってみましょう。マット用意してたんで。背落ちできひいてやったなとか言うてたらもういきなりこれやってみよって言われてやろうとしたら変わりすぎてそんな飛ばんでいいでって言っちゃうけど飛ばんでいいでとは言うたら止まらんでいいでって言わなきゃいけないなこれストレートから出ようって言われたことあるのやって挫折してますけど首が あかんであ、なんだ首が痛い首がダメで首が座らないんですよ。バランスが違うから飛んだ瞬間そっちの方向に鎖骨を打ったら入れるっていうかなもっと顎を引くのかな首を縮める感じいやだから腹筋が足りんよこれやりかけてたんやけどでも足りんですかね足りんですかね僕が持ち上げてからいいやそういうの足りないですかねいろんな言うほど足りんガラ高校時代の演劇部の怖い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 怖全然動きあるんですよ。今にも結構上がらなかったな。2回10回確かに逆に言えばこれ上がったら2回10回れるでこれなら怖くないですか。怖くないやらない怖くない落ちても大丈夫これは大丈夫大丈夫ここでこらえるんですよ。何センチまでするんですか。アドリブ機械まだまだ若い若すぎるわ。だって17歳やねえ、普通の話やったんですね。もうほら、あなたが3年前ですね。3年前か3年前です。あれ計算できる。まあ僕はかろうじて計算できる、実は周りなんだタラちゃんを投げかかってる。ハハハハ先に行ってきたんだよ。私は技術使いたい。バックスが練習しましょうか。はい、1日でバック中っていうのがなんか森川さんの今回は前回より2人多いです。バック中できる人何人だったんだ。森川さん、ベンチの番組だな。バクチンできるようになったらベンチの番組だな。そうなんですか。あの、そうできる。ひかかしに行こうか。いやいや、ひかかしだけしかなかったら、メインの価値がなければ終わりだから。ひかかしを傾いていったら、ひかしになるかもしれないですよ。中学生、高校ぐらいの時に、すごい女の子みたいな顔、綺麗な顔で、すごい揺れた。
黒田裕子さんが俳優さんがいて、もうそっちドラマ出てて、それであの人は今見たら今プーらしいんですか今ハローワーク変えてますよ。ハローワーク変えてたプーだよ。ああ、それはミートではない。若い時に成功して、出せた人の話を聞きに行こうみたいな。ああ、おったおった、思って、今どうなっていいんやと思ったな。事業失敗した気がするね。怖いですね。もうなんか飲食店出したりもおった。飲食店は当たる確率が高い。成功して。飲食店にもやっぱ落ちるともう、どんどん落としてる。大丈夫。これでまっすぐ出したいわけ。いや、飲食店で回して。お今の折り方。なんかホップステップジャンプやったな。今の折り方アウトやで。アウト。トランポリンを九資格持ってるんやったらあんなしたら。いや持ってない。あなた持ってないの。あれ年齢制限。年齢制限。そこ開けんで。キャバクラも風俗店。違うし。キャバクラも風俗店。いや、あの風俗営業。あ、うわ。ああいうとこも。キャバクラ上上下っていう基準じゃない。ジャンルがちょっと違う。さっき言ったおかわりバーみたいな。お酒飲むときに、まあ、簡単、一番大事なのはその、タグって話を。タグっていうのは、もっと覚えて。それが基本料やで、まず店入った時にどうぞって呼ばれて、であの女の子が、まあ、言うたら2人ぐらいつくんやで、それも一緒にお酒飲む、そのお金も払わない。せこいこと言うたらそういうことやで、自分の飲んだ方だけお金払うだけでいいやほんま。でもそこは